チャオー66組の11とペッチです。狼シェには騙されないこの動画、調子が狂ってる。さあ、ということでございまして、はい、始まりました。狼ちゃんには騙されない考察動画でございますけれども、7話が終了しまして、はい、正直なんか今日何ってのも特になかったよね。なんかね、うーん、嵐の前って感じだよね。6話7話とちょっとこう嵐の前って感じだった。採用された。ただね、一言で言えば、はい、やっぱあずさは狼じゃないな、言ってもいいかもしれん。おリオンに続いて、なるほど、セーフティーゾーンに、まさかの2番目に入るのはあずさん。まあ確かにそんな感じはしてきたね。ちょっとまあそういったところを中心に今日は話していってやらなっていうふうに思いますのでね、はい、ぜひ最後までお付き合いいただければなというふうに思います。はい、ということでございまして、まず僕たちからお知らせなんですけれども、僕たちはですね、この考察チャンネルの他に僕たちがメインの、企画系のチャンネル、66組のエンジェルドラゴンチャンネルというチャンネルも運営しておりますので、僕たちが好きになってくれた方とか僕たちに興味を持ってくれた方はそちらもぜひチェックして登録もね、押してくれたら、とても嬉しいです。今おすすめの動画はですね、ドミノを並べて倒すごとにドミノピザを食べるという企画をやっておりますのでね、うん、そちらもぜひですね、見ていただけたらというふうに思います。ということで、月と狼ちゃんには騙されないはアベマ TV の方で毎週日曜日の夜10時から放送中の恋愛リアリティショーでございまして、僕たちはその翌日月曜日の朝9時半に直後考察動画を公開しておりまして、放送前々日の金曜日にはその直後考察についてコメントをまとめた放送直前再考察動画なんかもやっておりますので、直前本番直後考察とこのルーティンで見ていただけるとより狼ちゃんが楽しく見られますので、一緒にですね、月と狼ちゃんには騙されないを盛り上げていっていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。ということでございまして、はい、今回もですね、狼ちゃん恒例朝の挨拶芸がありまして、いちいちに言われてからあれが見てられないのなんか本当に今日いないんだっけ。あそこで喋んなくていいし、いや本当だよな。よし、どこって終わるんだよ最後。がありまして、はい、まあ、コアとヒナがね、その前に2人でいたと。どうなんだろうね、なんかいい感じなのかね。まあでもやっぱね、ちょっとヒナの話したからヒナの話しちゃうけど、うん、なんかヒナって何も分かんないよね、感情が見えないじゃん。分かる分かる。これって何なんだろう、本当に演出入ってんのかな。好きとも何とも言わなくない、うん、なんかリオンに対しても何も言わんし、うん、コアとの最後のあの帰り道も何か何も言わんのよな。でリオンから対応ラインが来て、はい、なんか別にヒナがオオカミちゃんじゃないとすれば、うん、この状況っていうのは割と燃える状況なのか、女子的にはね、なんかやっぱさ、モテる人が好きじゃん女の子ってね。そうそうそう、よく見えてくんだよ。だからやっぱりその状況っていうのはなんか向き合ってみるっていうのもさ、なんかさ、あれって俺下手したらそんなにマイナスに働いてないのかなって、コアだからこそ思ってて、うん、要はさ、翔太郎が言ってたら、うん、なんでうちのこと好きじゃないのみたいになると思うんだけど、コアってやっぱ行動が一貫してるから、うんうん、分かるわ。その人柄の良さとしてプラスに転じてる可能性も十分ある気がするんだよね。確かに翔太郎が誘った時にさって逃げる感じとか、うん、まあ、あれも女の子によってはよく思わない子もいるだろうけど、うんうんうん、でもあの行動も一貫してるじゃん。確かに発言も含め、はいはい、ヒナに対して、うん、そのヒナに実質振られた後に俺は応援するよって言った発言なんかも含めて、うん、全て一貫してるから、はい、そう考えるとそのリオンに対しても俺は向き合いたいんだっていうのは、うん、プラスになった上で畜生こいつモテてんなっていう、い女としての燃え上がりを誘発してる可能性もある気がするんだよね、あれって。いや間違いない、ね、追っかける方になりつつあるとかね。そうそうそう、追っかけられてたのに、うん、もしかしてコアうちじゃないのみたいな、うんうん、いや上等テクニックですで結構いい方に転んでるよね、ずっとコアは、うんうんうん、やっぱりその一貫してる姿勢が、うん、いい方向に転がった感じはあるけど、まあ、ただそのリオンの気持ち考えたらね、絶対にリオン向き合ってるだけでそのそうなんだよ、向き合うかってかもしんないけど、確かにっていうね。なんか前回も誰か言ってたの、向き合うって。えそれコアだよ。そうか、うん、コアは向き合うんだ。コアね、向き合いがちなの。コアあるある、向き合いがち。向き合うってね、コアが言うとなんかおおってなるけど、別に何なんだ向き合う。向き合うってコアに限らずさ、この世の中の人って向き合うってすごい言うじゃん。何なん向き合うって。向き合わないってまず何なん、何をするの、ま、本当だよ。向き合わないって何なの、逆にな。確かに騙されそうだった。うん、そうだからそのヒナのそのリオンに対しての話もありがとうしか言わなくてね。そうなんだよ、うん、そうなんかさ、
じゃあライバルだねとかさ、うんうんうん、応援するよって言葉が出れば、はいはいはい、あ、コア違うんだとか、うん、そうね、実は、うん、あ、やっぱひなはコアじゃなかったんだってなるし、はいはいはい、お互いいい恋愛できたらいいねとかでもいいんだけど、はい、そのありがとうの5文字で終わってんだよ ね。でももちろんいろんなこと話したと思う、あのカメラの、うんうん、っていうかその使われてないところで、はい、でそれを意図的にカットされたとすればもう何とも言えんけど、とはいえ使われてるところだけを見れば、うん、その打っても打っても響いてないっていうか、なんかその誰に対しても男でも女でも、うん、これってだから狼としての迷いなのかなって、どう言っていいか分かんなくなってんのかな、なるほど、まあまあいう気すらするよね。そうね。で、あとは、まあ、翔太郎も買い出し手伝ってくんないっつってね。まあでも本当にバトルよな。またルークは何もしなかったよ。本当ルークどうしたねえ、まあでも前回やったからってのもあんのかな。あ、そうかそうか、うん、前回あのデートもどうなんだろうね。なんか何にも決めないっていうのもどうなんだろうね。俺はもう本当優柔不断、優柔不断だからさとかっつって、やっぱ優柔不断だって可愛かったけどね、犬っぽくて可愛くはあったんだけど、全部何でも決めさせる感というかね、そうね、女の子にあれなんかなんかね、なんかな、男だからかなの。いや、あれは女の子も嫌いな人は嫌いと思う。まあまあそうだね、刺さってはなかったよね、でもね、間違いなくね。なんかね、えっとは言ってたしね、買い出し行かないって言った時に、あ、言ってた、なんでみたいな、なんでみたいな雰囲気はあったよね、ちょっと、ね、うん、あったあったあった。ナナカも、えって言ってた。あ、そう、ナナカがね、そう、え、嘘って言ってたいやでも切ねえよな。切ねえ。でも嘘もクソもないけどね。いや、ほんとだって、ヒナはずっと好きって言ってて、うん、自分が翔太郎に矢印を向けただけだからさ。それか、もっと現実的な、え、嘘なのかな、あれって、え、今っていう。ああ、そうかそうか、買い出しとか行ってる場合じゃないでしょ。あ、そういうこと、終わってないんだけど服がっていう現実的なセリフの可能性もあるよ。バイトリーダーとしてのことだ。そう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 違うだろうな。違うだろうな、やっぱ。でもなんか俺ナナカどんどん好きになってんだよな。いや、わかるよ。どんどん魅力的に見えてくる。なんでなんだろう、あのなんかサチュース感。あ、そう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 、がなんか魅力に繋がってんのかな。確かに不正が働いてんのかな。なんか抱きしめたくなるよね。いや、わかる。 S っ気なのかな、もしかしたら。なんかプライドがへし折れてる感じがそそるのかな下手したらそっちの可能性もあるんだ。なるほど。バキボキ折れてるじゃん。折れてる折れてる。だってあんな折れることないと思うよ、あのルックスで。ほんとよな。相当、まあある意味貴重な体験してるかもしれない、あのルックスに生まれて、うん、あんな、まあそりゃ美人でも失恋はするとは思うよ、うん、まあ正直、うん、世の中の美人も失恋とかは経験はあるとは思うけど、うん、あんなバキボキに折れることってそんなないと思うよ。いや、ほんとよな。ね、あんだけのルックスでこの世に生まれたら。いや、ほんとよ。あれって結構そのなんだろう、ルックスの悪いやつのもてなさだもんね。いや、ほんとそうよ。世界が狭いとはいえ、ナナカ見て、うん、じゃあ俺付き合ってあげようかなって言ってるやついっぱいそういるだろうよ。そのぐらいになっちゃってるよ多分絶対無理なのにあー、じゃあ俺もうしょうがねえか、俺行くかみたいに思いながら見てる人いっぱいいると思うね。本当にいい加減にしろって言うと思う。やだ、うん、で、あずさとトールの話ですね、うん、でさ、あの10人で TGC 歩くのか11人で TGC 歩くのかっていう話、あずさとトールもしてたと思うんだけど、はいはい、あれ多分復活はどのタイミングなのかっていう話だと思うんだよね多分。なるほど。それを多分本人たちも分かってないっていう、うんうんうん、だから下手したら10人もあるのかもね。終わってからの復活になっちゃうみたいな。うん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 、そうかそうか、かわいそうだかわいそうだで、その後あずさがね、打ち合わせだけ、打ち合わせで、あずさだけ一人スタッフに引っ張られ、で、トールとあずさ二人で、あ、二人でっていうか別々で、ナナのステージを見るっていうこと、はい。で、ここでやっぱりはっきりしたのは、なんか前回ね、あずさが TGC 誰か行きませんかつってトールを誘って、で、そのシーンにすごくコメントがついたんですよ。はいはいはい、要は、おかしくないみたいな、もう規定路線や、みたいになってたけど、うんうん、やっぱ あれはあずさが行くしかなかった。そうね、ってことがはっきりしましたよね、うんうん、リーダーだからこそもう私は行きますと、うん、打ち合わせもしなきゃいけないし、はいはい、ってことを考えたら、まあ番組的にね、女の子二人で行くっていうのはありえないじゃないですか、うん、もう普通に考えて、うん、ってなったらあの状態でトールが来るっていうのは誰がやっても一緒だったでしょ別に、うん、あれはリオンでもトールが来てたと思うわけよ、はい、同じ状況で、ヒナでもトールが来たと思うわけよ、うん、トールが来た。まあ、ヒナだったらね、下手したらコアとか、ああそうルークとかこう行きたいとか言ってたかもしれんけど、基本的にはトールが行きたいってなってたと思うの、はいはい、だってナナが出るやつだから、そうね、ってことを考えたら、
そこにあずさの意図っていうのはない可能性が高まったので、確かにまああずさはないのかなって。これでね、関ぐらいにまだ諦めないとこだったらもう狼じゃなさそうだよね。それこそでもやっぱね、男が少なすぎんだよこれ。男の争いとか、狼ちゃんに、月と狼ちゃんに騙されるのは面白いんだけど、うん、今見ててすごい面白いんだけど、うん、狼に騙されないというそのシステム的なことで言うとやっぱ失敗だったと思うよ。やっぱ男少なすぎるもん。余ってないからね。そうだ、勢いないんだよね正直。で今回で奈良とトールももう決まりですね。いやもう決まりだ。でなんかトールもちょっと緊張してる感あったしね、うん、あれはなんかこう好きかも、うん、好き感出てたね今回は。でこれで奈良が落ちてあずさがとかっていうのもあるけど、狼ちゃんだったとしてもとか言っちゃってるしな。であずさがね応援するって言って、ありがとう。カタカナ表記のありがとう。ありがとう。でも俺もどんどんあずさ好きになってんな。俺あのさ、あずさのさ、なるべくトールの前では泣くの我慢して、で一人になって泣く感じとかもすげえ好きなんだよな。確かに。いやー俺あずさ好きだ。そういえばあずさのインスタが乗っ取られたの知ってる？もういいことねえじゃん。さあ頑張れ。あずさインスタ乗っ取られた。嘘。なんか始めたばっかっぽかったの。そう、ピストル持ったバニーガールの写真がいきなり、やばいやばいやばい。誰が外国人かな。怖っ。でそれが本当に乗っ取られてるのかっていう話もあるけどね。いやすごっ。もうストレスでおかしくなっちゃった。急にバニーガールっていうね、はい、感じでございますので、うん、まあ、うん、あずさも外していいかな。そろそろ外してかんとね。いやそうよね、終盤だもんね、うん、もう少しね。ってことは日向7なのか。7か、まあ7でももう7かも。だってえ嘘って言っちゃうくらいだからね。その翔太郎が日向を誘って、うん、え嘘って言っちゃうくらいだから。2人いるんだったらもう日向と7なのかもな。でモテてるからって2人選んでいいのかこれ。モテてる人を選んでるっていうことになっちゃうもんね。そしたらまあモテてないとやっぱ狼らしさが出ないからな。ひな一人とかってからそうあんのかな。おかしいもんな、明らかにひなだけ、うん、なんかその感情全くないもんね。そうそうそう、無感情だよね、うん、本当に。狼じゃないとしてももう狼みたいなことしてるし、うん、でもし狼じゃないならさ、あんなことしないよ。狼じゃないならもうちょっとちゃんとした方がいい。そうだ、うん、それはわかるわ。迷って感も出てねえしな、なんか、うん、何なんだろう。ということでございましてね、ぜひ皆さんの意見もいろいろお聞かせいただけたらなというふうに思います。ということで、月と狼ちゃんには騙されないはアベマ TV の方で毎週日曜日夜10時から放送中の恋愛リアリティショーでございまして、僕たちはですねその放送翌日月曜日の朝9時半に直後考察動画を公開しております。またその直後考察についてコメントをまとめた直前再考察動画を放送前々日の金曜日に公開しておりますので、直前考察本番直後考察のこの流れで見ていただけるとより狼ちゃんが楽しめると思いますので、ぜひですね僕たちと一緒にいろいろと狼ちゃんをですね盛り上げていっていただけたらというふうに思います。またですね僕たちは、66組のエンジェルドラゴンチャンネルという僕たちがメインの企画系のチャンネルもやっておりますので、僕たちに興味を持ってくれた方とか僕たちが好きという方は右上のリンクとか概要欄にありますので、そちらから飛んでですねそちらもチャンネル登録してくれたら嬉しいです。今おすすめの動画は、ドミノを1回倒すごとにドミノピザを1枚食べるという企画がございますので、ぜひそちらを見ていただけたらと思います。また僕たちは春ドラマや、夏ドラマなどいろいろとですねドラマだったりリアリティショーの考察なんかを今後も続けてまいりますので、ぜひチャンネル登録をして楽しんでいただけたら嬉しいです。ということで以上66組でした。ご視聴ありがとうございました。もしこの動画が面白いと思ってくれたらチャンネル登録ボタンを押して僕たちを応援してくれたら嬉しいです。また SNS やサブチャンネルなんかもやっておりますので、概要欄などから飛んでフォローしてください。ということでペチ、はい、こんな船は嫌だ。どんな船？おかしいやろもう。原付の免許で乗れる。